七クマ。おい新人、さっき頼んだ仕事まだか？はい、今急ぎでやってます。大学卒業後、今の会社に入社して1ヶ月、覚えることがありすぎて目が回る毎日だけど、死に物狂いで内定を勝ち取った会社だから、やれるところまでやってみたい。でもやっぱりまだわからないことだらけで。ん？ここの処理が難しくてわからないな。こういう時は教育係の先輩にって、あれ？いない。困った私は誰か教えてくれそうな人を探すことにした。その時目に入ったのが、窓際の席でぼーっとしている同じ部署の松岡さんだった。この部署って忙しいのに、松岡さんはいつも暇そうにしてるな。なんでだろう。まあいっか、頼んでみようっと。すみません松岡さん、今ってお手すきでしょうか？もしよろしければ、処理の仕方で教えていただきたいところがあるんですけど。うわ、高野さん。自分でよければ喜んで。よろしくお願いします。よかった。暗そうな人だと思ってたけど、意外と優しいな。それにしても松岡さんの教え方とってもわかりやすかった。ついでに理解できなかった他の部分まで教えてもらっちゃったし、これでガンガン仕事進められるぞ。それから私は困ったことがあると松岡さんを頼るようになった。松岡さんは難しいことでも私に分かりやすいようにいつも丁寧に教えてくれた。ねえ高野さん、ちょっといい？はい。ねえ高野さん、最近松岡さんと話してるのをよく見かけるんだけど、あんまり関わらない方がいいと思うな。悪い人ではないんだけど、部署の人から嫌われているから仕事がもらえないんだよね。社内ニートっていうのかな。そのせいで高野さんまで仕事がもらえなくなると困るでしょ。松岡さんがいつも暇そうなのはそういうことだったんだ。でもそれっておかしい。嫌われてるから仕事がもらえないって何それ。松岡さんあんなに賢いのに。そうだ、松岡さんの待遇に納得がいかなくて、ちゃんと仕事をもらえるように上司に話すべきだと松岡さんを説得することにした。松岡さんだけ仕事がもらえないって、そんなのおかしいと思います。松岡さん本当はすごく仕事ができる人なのに、ちゃんと上の人に話すべきですよ。高野さん、そんなに褒められると照れるよ。今は照れてる場合じゃないんです。はい。きちんと話せばきっと分かってくれます。さあ話に行ってきてください。分かったから。ダメだった、忙しいからって軽くあしらわれたよ。そうですか。どうしたものでしょう。ところが松岡さんの実力を知らしめる機会は意外なところからやってきたのだった。君たちのミスのせいでとんだ不利益を被った。この責任はどう取るつもりかね。はい、この度は誠に申し訳ございませんでした。謝って済む問題か。だいたい君のチームが忙しすぎるからこんなミスが起きるんじゃないか。優秀な大学を卒業している人間をもっと増やしたまえ。はい、おっしゃる通りです。もう君じゃ話にならない。誰か話のわかるもの、私と同じかそれ以上の学歴の者はいないのかね。先方だいぶ怒ってますね。そうだね、今回うちのチームがかなり大きなミスをしたから困ったな。うちにそんな高学歴の人なんていないのに。あの方そんなにすごい大学を出てるんですか？超一流の大学出身って聞いてる。自分がいい大学を出てるからってひどい学歴主義でさ、何度かこっちも嫌な思いさせられてるの。うわー、最
最悪じゃないですか。困ったことになった。誰かいないのか、東大出てるやつとか。いないよな。はあ。俺東大出身ですけど。松岡くん、君東大出身だったのか。はい、一応。松岡さん、そんなすごい大学出てたんだ。いつも教え方が分かりやすかったし、賢い人だとは思っていたけど、本当に頭のいい人だったんだ。どうしてもっと早くそれを言わないんだ。いや、今はそんなことはいい。とりあえず先方の怒りを鎮めるのが先だ。今まで君に仕事を任せてこなかった上に後始末だけさせるなんて大変申し訳ないのだが、やってくれるか。はい、俺でよければ全力を尽くします。すまないが頼んだぞ。ただちょっと見た目がな。その時上司の言わんとしていることにピーンときて、私はとっさに手を挙げた。はい、私に任せてください。おー、よくやってくれた高野くん。これなら問題ない。松岡くん頼んだよ。はい。やるじゃん高野さん。松岡さんってあんなにイケメンだったんだね。前髪と眼鏡で全然気づかなかった。はい、私も驚きました。結果的に松岡さんは見事先方の怒りを収めてみせた。真摯な謝罪で先方の心を掴んだらしい。あんなに怒っていた先方も帰る頃にはすっかり松岡さんを気に入って笑顔で去っていった。今回は本当に助かった。君のおかげだ松岡くん。先方にもこれからは君をチームの中心に据えるように言われたよ。そういうわけでこれからは君にもガンガン働いてもらいたい。はい、もちろんです。あ、よかったですね松岡さん。あ、本当にイケメンじゃん。あんな人この部署にいたっけ。しかも東大出身とか。あー、声かけてみようかな。はあ、今日も噂を聞いたギャラリーが来ていますよ。大人気ですね松岡さん。いや、変な感じです。俺なんて今までは空気でしたからね。結構可愛い子もいますよ。こっちから声かけてみたら喜ぶんじゃないですか。いえ、俺はずっと心に決めてる人がいるので。え、そうなんですか。誰ですか。もしかしてうちの会社の子ですか。それは秘密です。何それ、つまんないです。じゃあヒントを。俺が社内ニートをしている時からもっとできるはずだって励まし続けてくれた人です。俺その子が入社した時からずっと片思いしてたんですよ。それってもう答えじゃないですか。あの子は夢中になると前しか見えない性格なので、頑張ってくださいね。はい。彼女はずっと諦めないでいてくれたから、俺もそのつもりです。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画ななくまでは思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。